ね、来ますね。もう赤だよ、ついちゃう。今日は何するかですね。あ、向こう入ってるわ。こう入ってるから、じゃあ持って。うん。着きましたよーってな。天気悪くなってるね、今日。うん、はい、着いたね。ちょっと寄ったし行ってくるかって。何やってんだお前。俺は関係ない。まあこういう動画もね、撮れるというわけでね、何してんのかなーとかいう。暗くなってきたね。ちょっといい、お弁当温めました。マックはカツ丼、今日も張り切ってますね。ご飯ご飯ご飯まだかな、ご飯まだかなってか。向こうもあれ食べろ。これは富江さんのお弁当を買って、朝母ちゃん買ってきてくれましたね。うん、あれはカツ丼の弁当いただきます。この他に鍋とかいっぱいあるんだけどね、とりあえず弁当食っちゃう。食べに来るのね、すごい早い。今まで食わっちゃう。お弁当ついてるよ、お弁当。だからお弁当ついてるって腹に増えたよ、お弁当が。うん、ずっとお弁当ついてる。あ、取れた。ね、ずっと二人だね、最近ね。母ちゃん花粉症だからな、しょうがねえな。うん、しょうがないしょうがない。お肉屋さんのコロッケだから、コロッケ濃く、カツ丼一個じゃ足りないんだ、マックね。はい、コロッケ。よし、コロッケ食いな。コロッケね。コロッケも食っちゃう。すごい食欲だね。はあ。もう一個コロッケ食う。へえ、すごい。お肉屋さんのコロッケもう一個食っちゃう。はい、コロッケ1個。はい。コロッケ2個食っちゃう。カツ丼の方がね、コロッケ2個。ということで、マックはもうお腹いっぱいですね。もうそこにしといて、この弁当やんないよ。じゃあね、マックお腹いっぱいですね。早い時休もうかなと思ってますね。なんかね、くたびれちゃったな、マックな。明日また遊びましょう。ちょっと寄ったし行ってくるかって。あー、コーヒー飲みきた。この場で十分だね。なまくな。おかえり。戻ってきたね。
戻ってきたな。父ちゃんもう部屋入る。疲れたって。疲れたね。疲れたか。それでは皆さんねって。またねって。ああ、二度寝しようって。